ですね、今日の題目はですね、上にある題目と違うんですけども、これは全く僕の手落ちでありましてですね、おとといですね、一つ基調講演というのをやってて、でうちのセンターでやってきたことをですね、まとめるような仕事をと、これと同時にやってて、それが重なってきたんですね、途中で。で、ごちゃになってしまって、こうなったということなんですけども、こっちの方はですね、わりかし個人的な研究歴についてですね、お話をさせていただいたらありがたいなと思ってます。今からパワーポイントを使いますけどもですね、若干かかっている分と違ってますけども、それは勘弁してください。見直すたびにですね、増えていったりですね、変えていったりしたものですから、こうなったということで。でこれがですね、研究歴であります。で、僕はこの前にですね、鳥取県での米子市というところで19年の生活をしたんですけども、この頃なんか鳥取県が随分バカにされてましてですね、山名さんがいますけども、鳥取県のハワイ町と一緒にですね、なんかこう鳥取砂丘で糸電話で残業な話になってて、どういうイメージなんやって、ハワイ町と一緒になんか鳥取県全体がバカにされてるような感じがありますけども、とにかく鳥取県で19年間暮らして、それから大阪大学に入ったんですね。でこれは文学部から文学研究科に行って、その講座はですね、この講座は、教育哲学教育史という講座でありまして、森明先生という教授の先生と、それから岡田敦美という助教授の先生がおられました。で岡田敦美先生というのがですね、実はこのセンターの初代のセンター長でありまして、でその加減で僕は来たということになります。で、それのこの時代のですね、要は教育哲学関係の後輩とか先輩とかがですね、今日は来ていただいているということになります。で、愛媛大学の時代がその後に続くわけですけども、これはですね、とてもですね、いい環境でですね、随分いろんな仕事ができました。それから人に恵まれたということもですね、あって、スタッフも良かったし、学生も良かったですね、僕は随分得をさせてもらいました。もう本もたくさん読めましたし、仕事もよくできた。それから何よりですね、自治体の現場とですね、随分つながりをつけることができて、その時にですね、力になったのはこの3つでありまして、そこにフマニタスの会と、それから愛媛森林情報研究会というのと、近代教育組織研究会という3つ並べてますけれども、これがですね、僕を随分支えてくれたと思ってます。で大阪大学の時代にですね、森明先生が病気で亡くなりまして、その遺書をですね、要は口述筆記するという形でですね、見取ったわけですね。でその後ですね、森先生のですね、中断した仕事をですね、どうするかという話になってて、でそれを岡田敦美先生がですね、中心になって不満に立つの会というのをやってくれて、でそれが森先生の仕事を継ぐというですね、役割をしたと僕は思ってまして、でそれで全部救われたのが不満に立つの会であります。でもあと一つはですね、僕は精神分析やってましたので、精神分析の研究やろうと思ってたもんだから、愛媛心理療法研究会っていうですね、研究会がありまして、これがですね、随分今度は枠を広げてくれました。でいろんな具体的なケースとか何とかをですね、に知ることができたということが大きいわけですし、それからなんかもう違った世界があったわけで、本当に驚くようなことがたくさんあって、僕の資格っていうのを全部広げてくれたと思ってます。それから3番目がですね、近代教育組織研究会というのでですね、これは当時ですね、なんか要は教育哲学の学会というのをですね、もう非常にオールドファッションに見えたので、それを変えていこうかというですね、馬力のある人たちが集まった会でありまして、僕は多分ですね、その中でも随分年寄りの方だったんじゃないかと今にして思えば思うんですけども、それ年寄りだと言ってもですね、40そこそこであったと思うんですけども、そのよりもっと下の方にですね、力のあるすごい人たちがたくさんいてくれてですね、で僕は随分ですね、間口を広げた仕事をしてもですね、それを許容してくれるぐらいの努力のある人たちがたくさん集まってて、でこれでですね、僕は多分教育哲学とか原理の方からですね、転げ落ちなくて済んだと思ってますね。これが支えになったと思ってます。でこういうのをですね、支えにして、愛媛大学時代をですね、過ごしたわけですけども、これは19年半ですね。それから京都大学にですね、赴任したのが、してから今日まで、今日までが16年半であります。で赴任したところがですね、高等教育教授システム開発センターというので、でこれがですね、ここのところの6年半、この楽友会館にですね、いたわけです。それから新センターになって10年間になった。で、授業を合わせて16年半という年月になったということであります。でですね、研究的にはですね、僕は臨床的人間形成論というですね、のを作っていくという仕事をしようとしてきたわけですけれども、これとですね、実は
この建物、もっと言えばですね、この部屋がですね、非常に密接にですね、関連しているっていうので、まあ、それをですね、手がかりにして話を始めたいというふうに思っています。で、そこのですね、あの真ん中のところにある落葉会館、公演室を舞台とする2つのイベントっていうですね、のがありますけども、あ、しまった。そこを読んでみますと、落葉会館公演室を舞台とする2つのイベント、初夏のある晩、落葉館の広間に高校と伝統が輝いて多くの人が集まった。この頃よくある定年教授の慰労会が催されるのらしい。でこれはですね、哲学してる人は誰も知ってることだと思うんですけど、西田喜太郎のですね、ある教授の退職の辞という文です。でここでやったんですね。で初夏でありますからですね、なんかその記述の中にはですね、暑かったんだけど開けっぱなしでてカーテンが翻ってですね、非常に涼しかったとかですね、そういうことが書かれてあります。ここですね。それからご存じの京都学派の人たちはですね、海軍とのですね、秘密会合なんか持っていてですね、終戦までにですね、そういう会合もやってたんですけど、それは隣の部屋のところでですね、やってたんです、ね、でそういうまあ記述があります。僕のですね、森下秋田先生という先生は、この京都学館のです、ね、流れを組みますので、その意味でですね、高校からのつながりというのは非常に強いということになります。それからもう一つはですね、まさにここを使ってですね、これは僕がやったところはですね、汚かったんですけどもですね、随分きれいになりましたけど、公開授業というのをですね、全国に先立ってやったんですね。で、それは本当にまさにここでありましてですね、こんな調子でですね、ビデオカメラで何箇所から撮られながらですね、で、そこで学生が授業を受けて、僕はこのところウロウロしながら授業してて、で周りをですね、全国から来たその大学の先生たちが取り囲んでですね、授業をやるということをやったのがまさにここであります。で、それがですね、まあ、その公開実験授業というのは多分、僕らのですね、大学教育の研究のですね、一番最初の出発点になったというふうに思ってますので、その意味でですね、やっぱここは大事でありまして、で、まあ、ここを要は見るとですね、なんか連想的な人間形成論というのにですね、行く経路がですね、ある程度見えるという感じがするという気がします。これ、落葉会館なんですけども、これ、関東大震災のですね、直後の1925年にですね、建てられた。だから、本当に直後ですね。で、当時としてはですね、最新のなんか耐震設計をやったって書いてあるんですよ。どの程度それが信用できるものやら、それはよく知りません。ね。でですね、ついでに一言、関東大震災についてですね、京都学館の連中が何を書いたのかっていうのを僕前一生懸命調べたんですね。でですね、調べたんですけどね、出てこないのね。で、和辻の全集見ても出てこないし、田辺の全集見ても出てこない、で、三木の全集見ても出てこない、久喜の全集見ても出てこない。かろうじて唯一ですね、関東大震災について触れてるのは西田喜太郎がですね、あららぎっていう雑誌にですね、書いた短い文章がですね、ちらっと出るだけですね。なんで彼って書いてないのか。事情は簡単でですね、関東大震災の頃ですね、彼らは全部日本にいなかったんですね。ドイツにいたんですね。ドイツとかフランスにいたんですね。で、それはですね、圧倒的なインフレでありましたからですね、向こうにいるって生活するのは楽だったってことがあるんですね。多分三木なんかですね、岩波書店からお金をもらってですね、2年以上にわたってドイツとフランスの方にですね、行ってますから、まあ、それだけですね、やりやすかったってことですよね。ついでに言いますけども、京都学派っていうのは、船便でですね、なんか京都盆地にですね、なんか洋書が出てくると3、4冊かぐらいですね、1ヶ月ぐらい遅れてですね、京都盆地に来るんですね、本が新しい本が。だそれをですね、ババババババって回覧してですね、みんなが読んでる。で、そういう調子でですね、だからなんかこう、ものすごくアンテナが早かったんですね、ほぼですね、世界同時性みたいな形でですね、哲学を作ってたっていう感じがですね、します。で、まあ、そういうのが見えるってことですけど、ついでにですね、リスボン大地震ってご存知かと思いますけど、1755年にあります。で、この後はですね、実はほら、いろんなことがありましたね。まずボルテールが本を書いて、それに対してですね、ルソーが反撃のですね、文章を書きますね。ボルテールとルソーのですね、論議を引き起こしたのがリスボン大地震でありますし、思わずついで今、カントが非常に冷静な地震論を書いているので、これがきっかけですよね。で、そういう形でですね、思想上、多分死んだ人の数はですね、今度の東北地震震災と同じぐらいの数なんですけども、思想的な衝撃が大きかったんだけどね、それをちゃんと受けたわけですね、当時の人たちは。で、関東大震災については少なくとも京都学校が反応してない。で、今度の震災に対してですね、哲学者って反応してるのかどうなのかって、まあ、よく分かりませんけどね、まあ、どうなんだろうなと思ってます。それで、その退職の慰労会について、これ、西田が書いてたんですけども、これがあまりにも有名なですね、文で、
読みますと、私の生涯は極めて簡単なものであった。これあまり有名だから恥ずかしいぐらいですけども、私の生涯は極めて簡単なものであった。その前半は黒板を前にして座した。その後半は黒板を後ろにして立った。黒板に向かって一回転をなしたといえば、それで私の電気は尽きるのである。一回転したって、もうこれあまりにも夢でバカバカしいぐらいですけどもですね、よくできてますね。ただご存知のように西田でしょってとってもですね、こんな風に一言で言えるほどですね、楽な人生がなかったわけで、とても暗鬱で大変な人生だったことは確かですね。で、西田、田辺というですね、緊張関係があって、それで田辺の弟子さんも森田さんというですね、関係があります。で、これがですね、京都学科の関連したところをちょっと取り出すんですけども、京都学科って哲学教の学科でありますから、教育学科ってないみたいに思うんですけど、これについてのですね、もっと細かい仕事を多分矢野さんがもっと緻密にやってくれると思いますし、だからその前進、前、この前、まあ、前半の方についてはもう語ることは今でもできないんですけども、西田と田辺、それからですね、その西田のですね、お弟子さんの木村元森というのがですね、いますけども、この人はですね、教育学に嫌なしに転身させられて教育学に行ったんですね。それで田辺さん、田辺先生のお弟子さんが森明という形になりますから、京都学科の流れの中では教育学者が2人出てきてる、木村と森という、ね、形で出てきてるということになります。ついでにこれもですね、面白いのがですね、こういうふうに年齢を並べてきてですね、社会学ではワンジェネレーション30年と言いますけどもですね、このワンジェネレーション30年というのは非常に大きな意味があるのこの表を見てると分かりますね。青年をですね、生まれた年をですね、比べていって30年の差があるとね、喧嘩になるんですね。ところがですね、15年ぐらいの差になるとですね、非常に強い緊張関係がありますね。これよくしてますね。なぜかって多分おそらくね、教授助教授助手っていう慣例がですね、15年に来たぐらいですね。で、助教授がですね、教授のですね、場所をですね、をカバーしていって頑張ろうと思えばですね、どうしたってですね、やっぱ戦わなきゃいけないわけですね。それで多分緊張関係が出るんじゃないかなと思いますね。この年表見てるとですね、あ、すごいな、30年と15年はっていうのを思います。で、つぶらんこと言いましたけど、これは森先生のですね、経歴です。鹿児島で生まれてですね、こういうふうにですね、ずっといろんな仕事してたんですけど、旧制高等学校の時にはですね、理科系にいたんですね。それから文化系に移ってですね、それから帝国大学に入って哲学科に入学したんですけども、結局は教育学だった。だからなんかこうですね、こう超えていってしまうんですね。ずーっとずれていって、それで教育学の方に行って、だから森さんにとっての理科系とかですね、森さん先生にとってのその哲学と教育学との関係とかって非常に微妙な問題でですね、面白い問題だというふうに思っています。でですね、これで見ていくとですね、どういうことが分かるかといったら、1946年ぐらいからですね、もう本格的に教育学をやりだすんですけど、この時にはですね、年上の人たちってほとんどですね、パージさんっていうんですね、その戦争協力とかなんとかって形でですね、これでなんか30代そこそこなんだけどもですね、全然立たざるを得なかったっていうような時期があってですね、でこれ45年から55年ぐらいまではですね、わりかし教育の現実と密接にですね、関わり合うような仕事をするんですけど、55年ぐらいからですね、ちょっと距離を取っていきます。そういう政治的な仕事とかですね、その政策的な仕事からですね、距離を取っていくっていうのが現れるのが1955年の教育の実践性と内面性というあたりの本です。で、それがもっとはっきりするのは1961年の教育人間学という本であります。で、これはもうこんなでかいですね、本でありまして、人間のですね、なんか生物学的なレベルからいろんなレベルをですね、階層的に全部捉えていくというようなですね、でかい本であります。で、それがですね、僕はですね、その一丁の1977年にですね、移行の人間形成言論が書かれる時には助手だったんですけど、その前にですね、先生の授業を受けたのは1968年です。この年ってなんだって言ったらですね、この後に大学は紛争が起こってですね、大学不中がバリケードになっていくっていう直前にですね、出会ったということになります。で、この移行とですね、教育人間学っていうのは全く性格が違うんですね。で、簡単に言えばですね、教育人間学っていうのは、なんか鳥の視線でですね、人間の性質とか人間の存在というのをですね、全体をわっと見渡して、人間ってそのどんなもんなんだっていう自己認識をですね、トータルに得ているというような仕事だと思います。それに対して人間形成言論というのはですね、そういうトータルに見ていくというような仕事じゃなくてですね、なんかこう、生きてここでこう死んでいく、まさにこう生きて死んでいく自分っていうのをですね、中心に置いて、その自分の生き死にっていうところにですね、こう非常にこう焦点付けてですね、ものを見ていくというような仕事をしています。
まあ簡単に言うとですね、鳥の視線に対してですね、虫の視線ですね、日常のところにいるような生きているような虫の視線ので行くような感じになって、ずっと疑問だったのはですね、どうしてこんなでかい転換がですね起こったのかということですね、何がきっかけでどうしてこんな転換が起こったのかということを問題にしてきたわけですけど、まあなんとなく分かってきたという話を今からします。で、教育人間学って本はですね、だからでかい本なんですけども、これはですね、なんかまあ言うならば一番大きな特徴はですね、1961年に書かれた、出されたにもかかわらず60年後のさなかですよ、非政治的なところとこのぐらいないわけですね、ほとんど政治に関わってない点が特徴が、つまり戦後教育学っていうのは政治ともうがっちりかみ回って動いてましたから、戦後教育学と距離を取ったということだと思うんですね。それからもう一つはですね、要は巨大な、あと全体的な自己認識を目指して階層論的な人間学を作っていったということ、それからこの題はですね、人間生成としての教育って書いてるんだけど、この生成って何だって、これはものすごい簡単でですね、人間をトータルに捉えますね、生物学的レベルとか社会的なレベルとか人格的なレベルとかと捉えています。で、その際にですね、人間はここの生物学的なレベルかを超えてこのレベル、それからその次にこのレベルを超えてこのレベル、こういうですね、この超えていくところをですね、生成って多分呼んでると思うんですね。で、そういう意味のですね、だから階層論とそれから生成論というのが噛み合ってですね、出来上がっていくという構造があるだろうというふうに思っています。で、まあ非常に脱状況的でですね、脱臨床的な本だと思っています。で、この頃ですね、一番びっくりしたのはですね、田辺元との関係なんですけど、田辺元とですね、どういう関係にあるかっていうのは、田辺元の全集の第8巻にある月報というところにですね、載ってるんですけど、どうやらこれを読む限りですね、森先生はですね、なんか自分の本がですね、教育人間学の本がまとまったらですね、そのたんびに田辺のところに送ってですね、それで田辺はそれをについてコメントを返すっていうですね、作業してるんですね。で、森先生この時40代ですから、でもそれでも博士論文指導をやってるという感じを受けますね。で、面白いのはですね、すまなくなって時間がなくなるけど、こんなでかい本なんですけど、田辺の引用がどの程度あるかって随分であります。作品の中にはですね、8箇所ぐらいしか挙げてないんですけど、とてもそんなもんじゃないですね、ものすごく引用が。一番びっくりするのはですね、僕は森先生とかなり近く一緒におりましたから、例えば幹だとかですね、茎だとかいっぱい話出てくるんだけど、そんな引用がないっていうのはほとんど。もうあと一つ一番びっくりするのは、西田の引用が1箇所もない。ここは何なんだったら、なんか西田と多分田辺の緊張関係ですね、もだらしてるんじゃないかなという気は僕はしますけどもですね。で、田辺はですね、森さんに対してですね、評価してます。この本の仕事はですね、その、まあ、手紙が引用されてるんですけど、このどういう評価してるかといったらですね、自分はですね、人間学の中でも生物学的な人間の生物学的なレベルについての研究はほとんどしなかったんだけど、それができてとてもいい。しかも人間がですね、この生物学的なレベルをこう超えていくっていうところにですね、焦点付けてるところもとてもいいって褒めてますね。で、その代わりですね、一番問題なのはですね、その人間がこうどこか超えていくときにですね、そもそもどこに向かって超えていくのかっていうですね、目的とか理念が全然見えないじゃないか。で、トータルにですね、人間がどこかにこう全体的にこう行くところ、これをですね、こう捉えきれてないじゃないか。で、実存哲学っていうところにですね、肯定しててですね、なんか理念とか目的っていうところに到達に実践でですね、潰れてしまってるじゃないかと、こういうですね、議論をですね、やってますね。だから、要はトータルに持ってみる、全体の中をトータルに見る、で、理念とか目標とかって、そのあたりにきちっと捉えろっていうですね、多分議論をですね、してるんだと思うんですね。で、これはですね、田辺流ディープはですね、要は、効果ですね、こう、超えていってですね、行く種とか部位とかですね、こういうあたりの議論を全然トータルにやれって言ってるわけで、田辺の多分種の論理みたいなものとのつながりがですね、ある弁証法的なものっていうのをきっちり考えろって言ってる、でそういうもんだろうと思っています。で、これは結局なんだって言ったらですね、その森さんに対する田辺さんの本の中に出てきますけど、要は結局ですね、現場に出て行ってですね、話せのことせずにですね、哲学の仕事勝ちにしろよって言ってるわけで、要は結局ですね、脱状況性っていうかな、現実論とか全体論という方にもっと言ってる、哲学もちゃんと変えるっていうふうに多分言ってるんだと思いますね。で、森さんはそうしたがしなかったですね全くしなかった。
でですね、この臨床的人間形成言論という以上はですね、5章になってできてるんですけど、5章の最後のところはですね、もうほとんどその時にですね、一緒に見てくれた仲間がいまして、その時助手をしてくれてた、もう助手で亡くなってた野々村先生さんと、それから浦島さんのところとかいう人たちがいますけど、あの顔を見ると思い出すんですけど、本当にしんどい時期で、口述筆記で最後で結局ですね、書けなくなったんで、目が見えなくなったんで、口で言うのをですね、ノートしていきながら書いて、それでも結局、その口述もできなくなって、中断しちゃったんですけど、第5章のところですね。で、この本はですね、どんな本なのかというとですね、最初は多分ですね、記憶に見えようみたいな回想論を書こうとしたんですね。で、回想論にならなかったんですね。途中で崩れちゃってるんですね、回想論っていうのは。で、そうじゃなくてですね、どうなってるかって言ったら、結局のところですね、なんか最後のあたりなんかそうなんだけど、人間っていうのは結局ですね、生命故郷論って書いてるんだけど、命の架け橋、こう鼓橋かな、こっち側からこっちに向けてですね、こう橋をどん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 こう継ぎ足ししていきながら向こう岸に行くって、こういう形でですね、人間の生涯とか人間の生き方というのを考えてきたっていうですね、ライフサイクルの作り渡し、それからこれがですね、なんかこう一人でやられるんじゃなくて、いろんな世代を考えながらですね、こういう作り渡しを行うっていうところに最後の議論があるような感じがしますね。で、これは何だと言うとですね、おそらく教育人間学の中で生成と言ってたところ、あれ超越みたいな、あの部分だけに焦点付けてブラッとこう議論をですね、深めていったというですね、結果だろうというふうに思ってます。で、結局ですね、一言で言えばですね、子供から青年へと大人へと死なって死ぬまでのプロセス全部にライフサイクルというかです。それからそれがですね、こう相互異世代間がですね、いろいろこう相互に絡み合いながらですね、動いていって生成していくという形で捉えていく。で、だからライフサイクルと相互生成っていうのがですね、多分中核になって議論を組み立てていってたと思うんですね。で、これは従来の教育学に対するですね、ものすごく強いですね、批判があると思いますね。従来の教育っていうのは子供が大人になるまでしかカバーしなかったですね。で、しかもですね、こう子供は変化するんだけど大人が変化するんだって思ってないわけですね。で、それは両方とも変化するって思ってるわけだから、これもう本当に従来の教育学を全部変えたというふうに思ってます。で、それもですね、自分が生きて死んでいくっていうですね、まさに死んでいく時にその自分の死っていうのをこう見ながら理論を作っていってるわけだから、まあ言うなら鳥の視線なんてもうなくなっちゃって、本当に虫の視線のところにですね、入っていってると思うんですね。で、まあヒロインの人間学から臨床へっていうですね、こう視点の転換みたいなのが起こるんだけど、これできっかけなんだって言ったらですね、今にして思えばですけど、一つはですね、フランスの長女の人がフランス人との間でのところでお孫さんを産んだっていうのがずっときっかけになってるみたいでね。で、本がありますんで、まあそれからもうあと一つは自分が病気にかかったって、変な人って言っちゃいかんけど、なんか年取ったらほらどんどんダメになってに決まってるわけだから、普通はそれを隠してきてあれ生きてるわけだけど、どうも森先生は60になるくらいまで人生ってずっと上り坂だと思ってた節があるからね、なんてわけないわけだよね。で、それが急に病気になっちゃって、元気な人が急に病気になって、どうも人生はこういう面もあるっていうことで、どう考えたみたいな感じでしょうね。そのあたりがそのきっかけになってるんじゃないかっていう気もします。で、実はですね、今言ったですね、鳥の視点と虫の視点っていうのはですね、なんかこう京都学科っていうのも一つの中心的なですね、タラタムじゃないかなと思ってます。で、これはこんなことを簡単に言えるのは、多数本読んでくるなんて言えないんですけど、まあ今日はいいとしてもらいます。で、一つはですね、人間学志向っていうのはですね、確かにあるわけで、ドイツでダーッとですね、1930年代になるあたりのところで人間学がわーっと出るんですけども、それをですね、数年の後追いしながらですね、京都学科の人たちはダーッと人間学を書いてくるんですね。で、数年したらですね、本当に本格的な人間学をですね、展開していくっていうことになります。で、とにかくですね、人間の存在、人間のあるものと、それから人間が生成していくっていうところを全体的にこう捉えていって、人間って何だっていう自己理解を作っていく。で、こういうバタッと全体を捉える鳥の視点みたいな、そういうですね、まあ人間学の思考みたいなのが一方に、もう一方ではですね、なんかこうそういうですね、上空にこう飛翔的ではなくて、こう現に生きているここのバッというところにですね、肯定していくような臨床的な思考
という中間図というのがあるかなんかしますけど、無心のですね思考というのはあると思うんですね。でこれこういうふうに言ってしまうとですね、いいのか悪いのかよく分かりませんけども、要はあの理論ができていく基盤になるのは経験ですね。この経験というのを例えば現実といったり今といったり、ここと今といったりするわけですけども、ここにですね理論の基本的な関心が置かれている。で西田の言葉で言えば、全てがそこからそこへという立場だというのは自宅入っている部分があるんだけど、そういうところへの関心というのが、しかもこの今とか経験というのはですね、あの一切のものを生み出していく絶対無だとか、永遠の今とかいうとどこか触れている部分がある。だからなんちゅうかな、今ってペラッとした点でないんだよね。深さがガーッとあるし、広がりがガーッとあるって、そういうものとしてですね、臨床的なものを捉える。でそういうですね、まあ、発想が生まれている。だから鳥の発想と虫の発想というのは両方ともがですね、こうストラックしながらですね、理論を作っていくという面がどうもあるような気がします。で、この京都学校の教育学というのはですね、例えば木村ということを言ったんですけど、木村の場合もですね、これは専門家がここにいますでですね、後でまあ非難してくれたらいいわけですけど、あの一段の野木という初期の頃の文なんかですね、ここ虫の視点とかですね、具体的に生きて働いて物を作っていくプラクシスというあたりをですね、プラクシスポーヘースというあたりのですね、こう具体的な臨床的な発想みたいなのがガーッと書かれた、とてもいい論文ですね。でそれが初期の頃 の, あの、まあ、彼の一番いいところだと思うんですけどね、それがですね、もう死ぬ直前のですね、あの国家における文化と教育という本なんかになるとですね、これ自分で書いてますけども、何て言ったのかな、あのパイスとパイタゴーグス2つの焦点とする人間学としての教育学だったかな、まあ、ちょっと正確なことは後で大西さんに聞いてくださいなんかそれでですね、そういうあの、まあ、言い方をしてて、人間学の方にわーっと傾斜してですね、非常にトータルな全体的な本を書いていくわけですね。臨床から人間教育学、それから森さんの仕事はですね、教育だから人間学から臨床へというこういう方向に行ってますね。でこういうプレーを繰り返していって、でそういうのをですね、まあ、僕らの仕事もやっぱり引き受けたらいいんだろうなというふうに思っています。でですね、これが僕のですね、最初の頃のですね、あの論文の集まりですけども、このですね中でですね、とっても面白かったのはですね、上から、3番目のこれか、ルゾーからフロメンっていう自己自敗と自己実現って、これはですね、多分手に入らないと思うんですけど、この間何かの時にですね、読んでみて、わあ面白いなと自分で書いてて言ったらいかんみたいな、なんか面白かったですね。で、これがどうもどう一つのですね、あの転換点になってるっていう感じがします。それから、あとこれですね、でこれ結局ですね、あの初期の精神分析をやってたところのまとめをしていって、ここの辺からガッと転換が来てですね、でライフサイクルと総合形成というのをです、ね、中心にして人間形成論というです、ね、まあ、人間学をまとめていく主要な仕事をしていったんですね。でこの辺りがそれの提案題とまとめになっています。でこういう人間学思考がですね、ガーッと臨床的な方向にです、ね、転換していくのがこのホスピタリズム論という辺りなんですね。でこれをで書いてですね、非常に僕自信がなかったのにですね、教育室の違和感の連中が認めてくれる部分があって、で僕はこれで随分救われましたね。でこの自己愛と自己実現という論文なんですけど、あのご存じない方が多いかと思うので一言で、これはあの教育の専門家の人が聞かないことにしてくださいね教育の専門家ってない人がおられるんで参考までに言うんですけど、あのエミールっていうですね、ルソーの教育学上の師匠がいる。でそれのキーターンはレディカシオンネガティフっていうですね、言葉なんですけど、これ普通消極教育と言いますけど、あのまああの否定するという意味はネガティブにあれば、こう消極というふうに言わない方がいいかもしれない、もっと積極的に訳した方がいいのかもしれない。でですね、これ基本的にどういう構造になっているかというと、家庭教師が子どもを教えるんですけども、その場合の前提条件がいくつかあって、一つはですね、子どもの魂の周りに垣根を作る、でこう排除するんですね、その場の悪い影響を、これは一つですね。まあ、あと一つはその垣根を作った中にいる子どもに対してですね、よく規制された自由というのは、レギュレートされたですね、自由ってのはこれ面白いよね、こういう言い方ってとても面白いと思って、レギュレートされたら自由じゃないじゃないかと僕は思うんだけど、レギュレートされた自由っていうふうに、まあ、言うわけですね、ですとか。それでですね、その中で子供は自分としては自発的に活動してるんですね。
ところがそれはですね、規制されてるわけだから、教育者が、ね、意図した通りに実務とか活動していってると、こういう形になるわけです。汚い歴史ですね。で、大体これはですね、汚い歴史なんだけど、近代教育学ってこんなもんなんだね、大体が。でですね、まあ、これ誘惑術なんだよね。もともとですね、誘惑っていうのはその気もないのにですね、その気させていくという誘惑ですから。だから近代の教育学っていうのはですね、その気もない子供に対してですね、なんかいつの間にかその気にさせられてですね、なんかさせていくっていうシステムをですね、作っていこうとしているわけですね。だから近代こういう発想の時にはですね、いつでもそれは本当に自由なのか、自発性なのかって聞いていくのがですね、多分一番面白い聞き方だと僕は思いますけどもね。で、それでですね、だからこれ近代教育学の基本的な原則と、それから垣根としての近代学校っていうのをですね、両方ともルソーをですね、作り出して、考え出したというふうにですね、考えていいだろうと思うんですね。ただ、こういうものがですね、成り立つ絶対の前提条件があります。それは何だって言ったらですね、それは子供はですね、学んで発達して変化していくんだけど、その外側にいる大人はですね、一つも変わらないというですね、あるいはもっと他の言い方をすれば、外側にいる大人は完成しているという、こういうですね、前提条件があるんですね。これはほら、あまりにも有名な、ルソーの中の言葉を使いますけど、エミューの中の言葉を使いますと、こう書いてますね。第一文の。私はここで良い家庭教師の資質について語ることはしない。私はこれを仮定し、私自身がそうした資質を全て具備しているものと仮定する。この著書を読めば、私が自分にいかに多くのものを与えているかお分かりになるだろう。こう書いてますね。これが要は小教育とか何とか言っているのを成り立つかの前提条件だというふうに思います。これを読んだ、最初に読んだときですね、僕はほら、学部時代なんかですね、授業まともに受けてなかったんですけども、教育学部の問題まともに読んでなくてですね、大学院のドクターなんか、終わり裏になってからやっとですね、エミルとか、インジャネフレとか、あんなものを言い出したんですから、とても面白かったですね、まあ、こんなに面白かったんだったら、もっと早く読めばよかったって思ったんですけど、まあ、この学部としてですね、その一番最初に読んだとき、これとてもプロデスクだと思いましたね、これ。完成した教師っていうイメージ。だってね、ルソーってほら、自伝書くじゃないですか。ルソー、ジャンジャコを裁くとかね、それからなんかほら、孤独な散歩者の娘とかね、自分が自分であり得るかっていうあたりが本当に問いになっててね、自分がどうしても自分になれない、自己確立のために苦闘して、アクセントするっていうことをやった人だよ。なんでそんな人がですね、こんな完成した教師のイメージをですね、作り得ないのか、だからとっても不思議じゃないですか。気色が悪いじゃないですか。僕、気色悪いなと思ってたわけですね。そしたらですね、同じようなそれにスパーンとですね、答えを出すようなことを書いてくれる人がいて、ストラマンスキーという人のですね、本なんですけど、これはこう書いてますね、要は、シン・エロイズっていう、書簡、手紙で書かれた恋愛小説なんですけどもですね、で、それの一番最後はですね、どうなって終わってるかって、これ大ベストセラーになったらしいですけど、その主人公がですね、結局結婚というですね、制度、社会的な制度をですね、超えたような恋愛を取るのか、結婚を取るのかっていうところでですね、結婚の方とか死んじゃうもんね、結局事故で死ぬって形だけど、まあ恋愛の方を取ったというふうに考えていいと思いますね。で、そこのところですね、郊外でですね、ルソーは一つの選択に相当する仕方でこの小説の最後、つまりジュリーというのの死を覚えた、すなわち共同体という絶対と個人の救済という絶対のうち後者を選んだのである、ね、それでジュリの死はこの選択を意味して、我々はこの後ジャン・ジャックが自伝的著述の中で彼自身の責任においてこの選択を行うのを見るである。あ、こう言われてそうなんだと思ったね。エミールは要はルソーとして不徹底なんだね。ルソー的だな。でここまでですね、ここのところのジュリー以降のところを入れるとですね、何が残るかって言ったらですね、外側で完成された教師が垣根を作って子供を入れて、その中でですね、なんか誘惑術みたいな形で教育をやるという前提を全部崩れますね。何が残るかって言ったらですね、教師の方も変化していきながら子供の方も変化していって、お互いがですね、こうライフサイクルを通して変化していって、で総合的にですね、形成し合っていくって、こういうイメージがですね、出てくるわけで。で、そう読んだ背後にあったのは、多分ですね、これほら、森先生が亡くなって、でギリギリでライフサイクルと相互形成、土子先生みたいな発想で物を書いたのを受けてですね、あったところで読んだから、こういうふうに読んだんだろうというふうに思ってます。それで、
人間形成論というのはですね、だから発達と教育からライフサイクルからライフサイクル構築と異世代間の総合形成ってこういうですね方向でいくわけですね。ところがその間ですね、愛媛って楽しかったからいろんな形でですね広げられたわけで、あの付属学校に行ったり学校の現場に行ったり愛媛森林療法研究会に行ったり、それからエンカウンターグループやったり、それから研究員でですね派遣されて、これはなんかあれですね、南口さんって言ったかな、南口さんなんかもこの時に参加したんじゃないかと思うけど、非常に荒れた学校にですね行って、その荒れた学校の教員のですね研修をやったんだよね。でその時にですね教員が出したいろんな事例をですね全部思い出すことで見て決まりますけども、中でもですね僕はずっと考えてるのはこの事例ですけど、地方都市郊外の中学校横の国道、これ港のあるあの松山郊外の中学校です。地方都市郊外の中学校の国道横の国道に夜になると若い男たちの車が列を作って駐車する。中学校3年生のある女性とは毎夜車列から適当な相手を見つけ、彼の家で一夜を過ごす。翌日相手が仕事に出かけてしまうと、どこにも居場所のない女性とは昼過ぎごろフラフラと中学校に現れ、何とかして教室に座らせようとする教員たちと追いかけっこになる。でこういう事例ですね。でこれをですね教員のまあ言うならば、あの研修の時に、これ荒れた中学校なんですけど、ちょっと良くなった時の研修なんですけど、その時にですねこんなことやってますけどもですね、なんか助言いただけますかと、研究教員から派遣していってるわけ、されていってるわけだから、助言いただいてくださいって言われたら、なんか言わざるを得んわけですよね。言えますか。でこういう場合ですね、カウンセラーの人なんかが一緒に行くんですけど、カウンセラーの人は非常に上手にですねなんか喋ってくれますけど、僕はほとんどですね喋れないまま接することが多くてですね、油汗を流しながらですね言葉を模索するということをですね繰り返しましたね。でこの時もそうでしたね、うん、だってね女の子行き場がないわけですね、家も帰れないし、でだけどそれでも学校に来るんだ来るわけですね、対応してやらざるを得ないわけですよね、なんとかなんとか、だからまあ対応してやってくださいっていう理由ないわけで、しばらく考えたんだけども、でまあこの時ずっと思ったのが、絶句するわけですね。絶句するって言葉がなくなるわけです。で言葉がなくなるっていうのはどういうことかって言ったらですね、今まで通りのステレオタイプの言葉では喋れなくなるから、言葉はなくなるんだけど、ゼロになってるからってそうじゃないんですね。頭の中に言葉がうわーって渦巻いてるわけです。でそれをこう文章にできないんですね、要は結局。で、多分ですね、これは何だって言ったら、理論が生まれる時ってこうだと。ね、なんか絶句してですね、今までステレオタイプの言葉で喋れなくなって、でそれが渦巻いていって、それが文の形に なっていくっていう形でですね、なんか多分あの理論が作られていくんだろうというふうに思っていて、でこういう形でですね、まあ、あの臨床的にですね、あの言葉を作られていくっていうことになればいいかというふうにですね、まあ、思っていて、でだからですね、あの今さっき言ったようなあのエミール読んでうんぬんという感じじゃないですね、もっと切実なですね理論の出来方というのがあるじゃないかなと思っててですね、で、まあ、こういう方のことをやろうと思う時にですね、まあ、京都大学に行けという話になってですね、で京都大学でこういうことをやろうというふうに思ったわけです。でですね、ついでに言うとですね、こういうのはほら他人事じゃないですか、これで苦しんでる教師と僕とは関係ないの、僕はお客として行ってですね助言をやって帰ってくだけですね。でところが大学教育ってですね、僕は授業してるわけだから、何より現場は僕の現場なんですね。だから大学のですね教育するセンターに行くっていう話になった時、何が嬉しかったかって言ったらね、ああもうこれで僕はお客さんって呼ばれなくて済むってで思いましたね。それはすごい嬉しかった。でそういうまあ、 あの思いをしながら大学教育センターに行った。でこれからちょっと広い話をしようと、これあの一昨日ですねお話をあの基調講演やったのを聞いておられたら申し訳ない、ちょっと若干重なになりますけど勘弁してください。でですね、あのセンターができたのはですね1994年であります、京都大学で、日本でこの市のセンターが一番最初にできたのは1972年に広島大学で高等教育研究開発センターっていうのが開発なかったんじゃないかな、最初なかったような気がするね。名称はこれ今の名称ですね。で広島で72年にできてですね、でその後ですねダダダダダと90年代にですねまた新センターができたわけですね。
でこれ一体何なんだって、しかもですね、僕らはですね、ティーチング・エンド・ラーニング・センターというですね、形でできるよっていう話を最初から聞いてて、でだから広島大学っていうのはですね、なんか日本の高等教育とは何だっていうのはですね、まあ、マクロレベルの話をしてましたから、それと全く違った、性格も違ったのがですね、92年以後にダダダダダとできたということになります。でですね、なんで72年に広島大学のセンターができたのか、これは一つの問題ですね。それから20年近くのですね、間が空いて、今度はですね、こう高いところでですね、鳥の視線じゃなくて低いところのですね、ティーチング・エンド・ラーニングみたいなことですね、虫の視線でですね、ものを考えるようなセンターがダダダダって90年代にできてきた。これは一体なぜなのかと2つ疑問がありますね。でこれはですね、わりかしですね、大学進学率っていうですね、指標を取ってみると比較的分かりやすいと思ってます。でこれはみんなご存知のことですけども、ほら 15% 水準っていうのを、これは後で言いますけど、先にあるか、これがほらトローのですね、上げてるエリート段階、マス段階、ユニバーサル段階ってですね、3段階進学率があるよっていうですね、議論でありますけども、これ 15% から0から 15% がエリート段階、それから 15% から 50% がマス段階、それからユニバーサル段階が 50% 以上と、こういうことになります。でですね、これ本当に僕感心してるんですけど、トローってやっぱ偉いよね、感心してるんですね。でユニバーサル段階なんて、まだですね、トローがこの本を書いた時にまだリアリティがあったことないんだけど、そこは想像力で補ってるんですね。でその想像力の補い方がですね、非常に的確なんですね。やっぱセンスのいい人は徹底的にセンスがいいっていうですね、例みたいなものだと思いますけどもですね。で、この一番最初のエリート段階っていうのはですね、どんなんだって言ったら 15% しか進学者はないわけだから、で進学してきた大学生とですね、それからアカデミックなですね、ベースを持った教師たちはですね、非常にちっちゃな緊密な集団をですね、作ります。でそれはですね、教授から女子へ講座制みたいな形をですね、取るだろうし、それからアカデミックなですね、ものっていうものをですね、共通に抱え込んだ学生と教師がですね、なんかこう緊密な、まあ、一定のですね、教育のシステムをですね、作っていきますし、でそれはですね、象牙の塔って形でですね、社会との間に明確な境界をですね、作っていきますね。でそういうですね、だから構造とですね、境界というのがですね、まあ、エリート段階の、まあ、特徴みたいなものだと思うんですね。で何が起こってくるかって、進学率がどん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 これが大きくなっていったらですね、この構造と境界がだん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 ですね、緩んでいきますね。非構造的、あるいは境界がですね、曖昧になっていくという変化がですね、起こっていくだろうと思います。もう今だったらですね、僕はこれほら、モダンからポストモダンへ、それからポストモダンへというふうにですね、言ったらとても分かりがいいと思ってますけどですね。で、マス段階のあたりはですね、だから何が起こってるかって言ったらですね、簡単に言えば、何や、今までみたいにですね、アカデミックに行ったものに頼っててですね、教育やろうと思ったらできやないか。なんか組織上でもですね、教育上でも変なことが起こってるよって、まあ、一体何が起こってんだって、こういう感じがあるんですね。だそれをですね、捉えるために、上空の高いところがですね、日本の高等教育ってどうなってんだって全体を見渡すような、こういうことがですね、行われている。だから一番最初にですね、鳥の視線を取るようなですね、言うならば広島大学のセンターみたいなのができるっていうのはとてもよくわかりますね。ところがですね、まあこれ前に入りますけども、これがですね、66年から70年ぐらい、ちょうどこの辺りでですね、要はエリート段階でですね、出来上がっていた構造と境界がですね、崩れかけてきたところでですね、大学紛争が起こるわけですね。でそれをもう直後にですね、言うならば鳥の上を目で持って捉えるような広島大学のセンターができた。それからですね、僕らはちょうどこの頃ですね、今でも思い出すんですけども、ダーッと進学率が上がってきますから、ユニバーサル段階にいずれですね、80年代の半ばぐらいになるだろうと思った。ところならなかったですね。見てください、77年からですね、進学率が停滞してですね、ダーッと停滞して、予言は嘘だったんですね。でどうなるかというとですね、90年代のぐらいになってから、今度は思ったか理由はよく分かりませんけど、ダダダダダダとこう進学率が上昇していってですね、ユニバーサル段階に近づいていくことが起こりますね。で完全にですね、構造と境界がですね、崩れてくるという事態が、つまりですね、何が起こるかといったらですね、もう今までみたいにですね、自分の足元は大丈夫だから飛んでみてですね、全体見ようかっていうのは余裕がなくなってくるんですね。なんでやって崩れてるのが足元だから。でそれが足元が崩れてくればですね、見るのをどうしたらいいかって言ったら、虫の視線でですね、日常的なレベルがですね、
見ざるを得ないということは当然思うわけで、だから90年代ぐらいですね、ダダダダダってですね、まああいうならミクロレベルで臨床的な研究をやるようなですね、センターが出てくるというのは、こういう理屈だと言われればとてもよくわかるという気がします。それでですね、まあ実際のところですね、日常的な教育実践への関心というのがですね、90年代ぐらいからドドドドと出てくるわけで、で行政とかですね、それから臨床的な研究というのがですね、まあ行われてくるというふうなことがあると思いますね。例えばご存知のように中教審のですね、学士課程答申というのがあるわけですけど、中教審の学士課程答申というのはなんかやっぱこれも一つの転換点を示しているというふうに思うんですけど、マクロレベルから日常的な教育的なレベルでというですね、行政の方がですね、転換していくようなことも示している部分があるというふうに思いますね。で、まあ、僕らちょうどそこのところに行った。でですね、流動して物が流れて全てが変化している、でバババッとあらゆるものが変化していくというのをですね、耐えられない人多いから、でどうするかって言ったら、生成とか流動っていうのは耐えられない、それが不安でしかないって、その流動っていうのはひょっとしたらですね、今までのこう閉じこもってしまった、こう固まってしまったものが緩められて新しいものが生み出すきっかけになるかもしれない、で生産的なきっかけになるかもしれないのに、流動とか生成っていうのは嫌だっていう人多いから、どうなるかって言ったら、なんか固めようとするね、どん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 、でそれはなんか上からですね、いろんなものをどんどん放り投げてこう固めていくっていうことを考える人もあればですね、なんか技術的にですね、物を対処していくっていうことを考える人もいる、でそういうのに対してですね、みんなで一緒にですね、こうなんかある型みたいなものを作っていって、この流動をですね、なんとか生産的なものに結びつけていこうという努力がある、でこういうですね、流れがもうこう、攻めに合っていくっていうのが今の状況だろうというふうに思っています。で僕らはですね、これ公開実験事業っていうのをやったっていうふうに言ってみましたけども、ここのこれをやったのは、だから虫の視線でものを考えようと思ったんですね。で腸管図に対して中管図というのをですね、虫の腸管図、中管図っていうのを考えた時ですね、これ冗談ですけど、鳥は目があるよね、で虫ってどういうイメージなんだろうって自分で考えましたけどもですね、どうも出てくるイメージがですね、なんかバッタのイメージじゃないですね、バッタとかトンボのイメージじゃないですね、中管図の虫ってどう考えてもですね、パッと頭の中に浮かんだのはミミズですね。それからもうあと一つはサナダムシっていうのが出てきたんだけど、なんでこれサナダムシだかよくわかりませんけど、ミミズっていうのがいいって感じがしますね。ミミズは目があるか、ないんじゃないかなって思いますね。ミミズはどうして世界を捉えていくのか、ちょっと多分触感とかですね、味覚とか、なんかそんなものを動員していきながらですね、こう世界を見ていくんじゃないかなっていう気がしますね。で僕らもですね、授業みたいなのをですね、なんかわーっと聴覚的に見るなんて思ってないわけで、自分のこう触れる肌の肌触りとか、味覚とかですね、感覚とか、それから音のですね、手触りとかですね、いろんなもので捉えていきたいというふうに思ってるんだと思うんですね。そこに生態学的、現象学的研究なんて書いてますし、それから機器や調査表などによる実証的な研究と一緒にやるって書いてますけど、特に前の生態学的、現象学的研究っていったら、要はミミズの研究ですね。ミミズのやる研究だというイメージだと。そういうことをやりたかったと思ってます。で、あとはですね、そのこの周りにですね、いる人たちと僕の授業をする人たちが、お互いにですね、こう向こうは向こうで授業の経験を持っているし、僕はここで授業の経験を出したわけだから、お互いが学び合っていって、生成していくっていうことをやりたいと思ってましたし、それからこれぐらいの人数でですね、聞きっぱなしするんじゃなくて、やり取りができるようにしたいと思ってましたから、だから学生の方も成長するし、教師の方も成長するし、やってる教師も成長するし、周りで見てる教師たちも成長していく、そういう相互生成っていうのがですね、起こったらいいなと思ってて、そういうのを起こしたいというふうにですね、思ってたわけです。で、飛んだな。あ、これでいいのかいな。で、結局ですね、いろいろ努力していってですね、まあ、こういうのができてきたんですけど、これがうちでですね、仕事をやってきた仕事のですね、まあまとめなんですけども、これを見ていくとですね、実は大きな変化がですね、2007年前後にですね、うちのセンターの仕事としては変化が起こってきているというのが見えます。
でですね、2007年前後にです、ね、何が起こったかというと、これは学士課程同心というのがあって、で FD が義務化されるというのことが起こっています。で、その前後にですね、どうも僕らの仕事はですね、単にこう臨床的な研究ばっかりじゃなくて、あれ、総合研修型の FD というのがあって、それを組織化していくという方向にですね、ガーッと大きく転換していかざるを得なかったということですね。で、残念なことにですね、僕がですね、ちょうどセンター長になるのが6年前になりますから、コロナのあたりとですね、重なっていってですね、で、何が起こってくるかって言ったら、僕の感覚で言えばですね、仕事が本当に面白く、黒くなくなりました。で、それまでの仕事はですね、身に即した形でやってたから結構面白かったんですけど、これぐらいのあたりからの仕事はだん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 とですね、オブリゲーションという感じがですね、強くなってきてですね、なんかかなわなっていう認識さがかなりありました。ただね、それは僕が悪いわけで、その、どういうのかな、もっと地についた形で、例えばいろんなちっちゃいワーキンググループみたいなのを組織していって、その人との教育実践と噛み合いながら研究もやっていってやっていくということです。うちのスタッフがやってますから。で、大半の連中はですね、そういう面白なささみたいなものはですね、免れてるんじゃないかと思いますけど、僕はですね、そういうことができる余裕がなくなったんで、この辺りから急にですね、面白くなくなってきたという気がちょっとしてますね。残念なんです。もっとやればよかったと思います。まあ、とにかくですね、そういう形でですね、組織化をどん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 固めていっててですね、結果はどうなったかっていうか、こう前にも書いてますけど、京都大学の内部でですね、こういう形の FD の組織をですね、作っていったわけですね。で、それができるようになってきた。それからこれは、関西地区 FD 連絡協議会みたいなのを作ってですね、で、これ今は119法人って147校かが参加している組織をですね、ネットワークを作ってきたというつもりでいます。それで、これは大体その、関西地区で220個、3日と全部足すと220なんだから、220個のうちの147個ぐらいが組織化できているということになりますね。これは昨日までやった、フォーラムは何でしたかね、578人ぐらいが全国から来てて、こういう形でですね。それから FD のネットワーク、自身のネットワークみたいなことをやって、これ作っていってます。こんなことやってたら本当になんかですね、うちのセンターのスタッフようやってるなと思ってますね。こんだけの人数でむちゃくちゃっちゃむちゃくちゃだよね。まあ、でこれは国外で、海外でこれは松下さんとかですね、が中心になってやってるんですけど、非常に僕らと似たことをやってるんですね。ソートルというですね、考え方を使ってる IS ソートルみたいなことを連携を取りながらですね、いろんなことをやっていってるということになります。でまあですね、いろんな反省点は今のところ出てきています。今まで右肩上がりのですね、拡大をやってきたんだけど、これ以上やっていけるのかっていうね、でやっていっていいのかとかですね、それからなんか僕は面白くないと思っているのは、日常的な活動とのこう虫のような接点がなくなってきているから面白くなくなっているんですけど、そういうあたりをですね、取り戻してですね、もう一回ですね、仕事に馬力を取り戻せるのか、そもそもですね、こういう組織業務楽しいのか、こういうあたりがですね、まあ、僕らのですね、非常に強い反省になるんじゃないかなというふうに思っています。ただこれはですね、僕の得意な問題かもしれません。僕だけがですね、こんなにしんどいと思っててですね、他の人は結構面白いと思ってるかもしれないから、そこはよくわかりませんけども、でですね、これが今研究の当面のところの総括です。で僕はですね、2003年ですね、臨床的人間形成論の構築って大学教育の実践的な認識を手がかりにという学位論文を出したんですけども、でその時にですね、学位論文に入れなかったちっちゃい論文でですね、ちっちゃいじゃなくて重要な論文を集めてですね、ご覧のように子どもの人間形成論、青年の人間形成論、大人の人間形成論、老い年の授業という形でですね、ライフサイクルに沿った総合形成の問題を事例を中心にしてですね、作り上げた。これはだからドクター論文のあまりですね、ならなかった部分を集めて作った論文集です。で、これ全部ですね、事例研究で通したかったんですね、本当は。子どもと大人のやり取りはホスピタリズムのところでできましたし、児童虐待でもできたんだけど、本当は青年のところも事例研究でしたかったし、老い年もですね、事例研究で通したかったんですけど、いろんな事情があってできなくなったっ
ね、残念なことしました。今度もうちょっと命が長引くようだったら、すべて事例で通してこういう本を作りたいと思っています。でこれそれからですね、実は本当に劇的な変化が、ね、大学教育の世界で起こったので、それからその後ですね、いろんな原理論とか哲学の仕事も蓄積しましたので、そのまま学位論文が出せなくなりましたので、半分に分割してですね、あ、そうそう、全部最初まとめたら3倍量になったので、これ3倍量で本にはならないわと思って、2倍量ぐらいにとどめてですね、それを2分割してですね、本に出すことにしました。で、前半の方が大学教育の関係で、これがもうすでに本に出したものです。で、後の方はですね、臨床的人間形成論の系譜論というので、京都学校の方から始めて、森先生の議論へという形の議論をやったり、人間形成論、臨床的人間形成論、それの展開という形でですね、本を今作っているところ、これが第2項が終わるということなんで、もうじき本が出せるだろうと思っています。見てみたら分かりますようにですね、上の2つはですね、臨床的です。で、下の一つはですね、前から人間学的です。で、一巡してですね、なんか臨床から人間学っていうところですがですね、終わってくるというところがですね、今の状態かなというふうに思っています。で、もう一度ですね、だから気持ちとしてはですね、臨床の方に入りたいというふうな気持ちが強いので、なんとかしたいというふうに思っています。でまあ人間学思考と臨床性の思考というのをですね、交互に受け止めて、これを手がかりにして、なんか臨床的人間形成論というのを作っていくという仕事をですね、今後もしたいというふうに思っています。で、これ、もう時間最後にしたいんですけど、森先生のですね、本で、この最後のところで、森先生が面白いこと言ってましてですね、論文とかですね、著述、論文をですね、書いたり、議論をしていったりするときにはですね、なんか和歌だとかですね、俳句みたいなのが、ね、全然出てこないんですね。ところが論文を書いたりですね、本を書いたりするのはですね、停滞するとね、何を調べるとですね、和歌だとか、俳句だとか、わーっと出てくるってですね。だから森先生はですね、死んだ、亡くなった後にですね、膨大な数のですね、和歌だとか、俳句がですね、残されてまして、そのうちの一つがこれで、これは多分本の中に引用していると思いますけど、物事の深く見えくる弱いにて早く果てゆく命悔しくというです、ね、のがあります。でこれは僕はですね、ものすごくですね、すごいなと思っててですね、60歳だったね、亡くなった時に、物事の深く見えくる弱いにて60歳、それなのに物事が深く見えてくるんだって言ってるんですね。だけどそれはもう死んでいくって、それが残念だって言ってるわけですね。ストレートだよね、何のあれもないって思うんですけど、で僕も森先生の年齢をですね、4つも超えてしまいましたからですね、こういう感じがあるかったら、実はですね、なんかある感じがするんですね。なんかちっちゃいものにですね、肯定しなくてですね、なんかこう今まで思いもしなかったようなものの間にですね、同一性とかつながりみたいなのが見えるっていう感覚が僕にはあったんですね。でこれなんとか説明してるのは何だって言ったら、エリクソンがですね、老いのウィズダムということを言ってるんですね、エイチっていう。で、老いのですね、ウィズダムってのは何だって言ったらですね、その老いた人はですね、引退してますから。で、引退してですね、現世からちょっと足向いてますからですね、利害をちょっと調達してるんですね。で、その利害を調達した人はですね、逆にですね、深い部分ですね、見える部分がある。それをですね、多分ウィズダムってですね、呼んでると思うんですね。で、ああ、僕だってひょっとしたらこういう形なんですね、今まで見えなかった深いレベルのですね、ものが見えてくるって、ウィズダムがあるんじゃないかなっていうことを、バカなことをですね、矢野さんに言ったわけですね。そしたら矢野さんがどう言ったかって言ったらですね、それは田中さん、違いが見えなくなって言ってるだけだよ。って言ったんですね。なんてことを言うよ。つまりですね、脳が老眼になってるっていう。これはなかなかね、すごくてですね、僕は本当に考えるのに面白いんですけど、当たってるわけですね。だからただ単にですね、だから深い同一性とかですね、共通性が見えてるっていうのはなくて、単に脳が老眼になってるだけなんですね。という部分もある。でだからですね、そのどう言ったらいいかな、H なのか老眼なのかっていうのはなかなか難しいところですけどですね、でもどうしたってね、老いっていうのはやっぱり引退っていうことを考えざるを得ないわけだから、だからその意味ではですね、どっかのところで利害の調達によるなんか H とかウィズダムっていうのにですね、近づきたいと思うんだけど、
それができたって言った途端にですね、大抵ですね、それはですね、ただ老眼だという問題がですね、あり、でこれは両方ともですね、相殺していくっていうかな、変なふうにならないための装置としては非常によくできていると思うんですね、ウィズダムと老眼っていうのはですね、でこれでいこうって僕は思ってます。で、老いの英知っていうのはですね、今日使ってきたこと、盛んに使ってきた言葉を使えばですね、要は理解を調達して上からバーッと見ていくですね、鳥の視線だと思うんですね。でその鳥の視点から見るとですね、なんか違いがですね、見えなくなっちゃう。で、老眼になっちゃう。で、それは老眼にならないためにどうしたらいいかって、どう考えたら虫の視線というのを取らざるを得ないわけですね。で、虫の視線と、それから、なんていうかな、鳥の視線っていうのをですね、両方ともやっていく。つまり活動というのと引退っていうのをですね、なんか適切なバランスを取っていくっていうのが、これからのですね、僕の仕事になるんだろうって思っております。というわけで。Thank you.